ペロロブスフマリーは、ピュロニクティウム科に属する古細菌の一族。正式に発表されているクレガーキオータの中では、最も高熱性が強く、1997年から2003年までの間最も高温で増殖が可能な生物として知られていた。学名は、パイロローボスフマリーである。俗名は、形態と生育温度、主形用語は、 ブラックスモーカーから発見されたことに由来する。1996年に大西洋中央海嶺の水深3650メートルにある世界最大の熱水噴出高タグ熱水マウンドより発見された。生育温度は最高摂氏113度に達し、当時最も高熱性が強いとされていたメサナパイラスキャンドラーイ AV19 やパイレディクティアムなどの記録を 摂氏三度更新した。また、摂氏二十一度一時間のオートクレーブでは、完全には滅菌できないことが報告された。栄養的性質としては、硝酸やチオ硫酸、微光期化で酸素を用いて、水素を酸化して増殖、アンモニアや硫化水素、水などを排出する。通性微光期性独立栄養生物に分類される。有機物や硫黄の存在は増殖を、 むしろ抑制する。細胞壁は一般的な古細菌と同じクエスレイヤーより構成され、グラム染色では陰性を示す。形状は不定形の球菌。パイロラバスフマリーの増殖温度摂取113度は2003年に禁煙の古細菌ストレイン121によって更新されている。ありがとうございます。